さあ川崎のコーヒーブレイクミーティングもう終わりですけども、今回はね浜名湖で車載をずっと見てきてもらいましたが実施していました。でね、初めてねマグカップを配っていたのでアンケートをやるともらえるよっていうんでね、もらっては来ました。なんかね意外とジュニアルが多くて嬉しい。ほらでね、今回ね見た中で一番すげえなって思ったのがこの子、見てわかりますかね、角ついてるの可愛いよね。シャア専用になってるんですよ。たまんねえなおい。この H2 もねすごいと思うの。ほらでフレームまで赤なんですよ。すごいかっこいい。ここもね H2 通りなんですよ。全部 H2 すごいでしょ。これいいよねカーボン、これねかっこいいの。ここにも H2、 H2 ばっか多いんだよね。いや今日はライム先輩もいましたしね。ちょっとねステージの前まで行く用事があるのでちょっとね流しながら行きますか。すげえすげえ、かわいいね。すげえ D 型の 10R ですね。全部フォロワーさんの友達ですね。すげえすげえの、怒ってるし、これ一緒に来た人だな。シルバー、なんか色だけで顔違く見えるね。うわ超かわいい。さあミーティングが終わって30分ぐらい経ったかな。もう全然いないね。早いね、すごい早いよみんな。でね今回一番すげえなって思ったのは写真上げたと思うんですけど、あれ見えるかな、あれ全部 H2 なんですよ。やばいよね、超怖えって思ってみんなでウォーウォー言ってましたよね。でもね今回イベント参加してね、意外とねバイク熱は皆さんまだまだ燃えたぎってるという感じをね見受けることができましたよ。お、あれあのフォロワーさんです。